素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると、誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だということがわかった。惜しいような気もしたけど、僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕に笑ってくれた。素敵なものを拾った。ふと気がついて横に目をやると、また誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だということが分かった。欲しいような気もしたけど、またそれをあげることにした。きっとまたこの先探して